面白い女。トラッドのドープラッドトーキング。呆れるくらい澄んだ空見上げ進んでく、誰が止めても無駄なんて明白。皆さんこんばんは、トラッドの近藤孝之です。こんばんは、トラッドの小野大輔です。今週もドープラッドトーキングスタートしました。スタートしたね。おー、うん、おー、いい男。いや、そんなことないさ、どうしたの今回さ、タイトルコールから始まったよね。いつも後で撮るんだけど。そうだね、今日は流れで、はい、最初に近藤くんが一言泣いていただきました。いや、もうすぐバレンタインデーじゃない、だからえ、もしかしてじゃあ、近藤くんは、チョコレートもらったらそのお返しに、このことかの。あ、これ近藤さんよかったら。面白い女。最低やろ。クズだな。クズいですね。いや、違うんですよ。面白い女ってフレーズね。ね。なんかでも懐かしさ感じるね。そうですね。いや、すごいパワーワードじゃないですか。そう、どんだけ高みから見てんだろうって俺思っちゃうんですよね。なんかでも近藤くん最近このセリフにちょっとなんていうか、ハマってるというか。そうですね。好きなんでしょ。やっぱ少女漫画に出てくる男の人の振る舞いってさ、現実世界にそういう振る舞いをしてくれる人っているのかなって周り見てみたらいないから。そうね。壁ドンとか捨てる人って見たことある？ね、見たことある？ないね。いない。ないよね。壁ドンってそうだよな。あと外で見かけるとしたら、なんか事件性感じるもん、ね、大丈夫ですかって。そうなるよね。助けないといけない。そうなるじゃない。あと一人称俺様の人とかっていう。ああ、会ったことある？会ったことない。ないでしょ、現実では。現実ではでもやっぱ二次元とかアニメの世界ではいるね。いる。なるほど、いるんだよ。いや、だから面白いなと思って、掘り下げていきたいなと思って、掘り下げていきたいなって思って、なんで2回言う。2回言うやつもうあんまいないね。それ面白い男。自画自賛。なんと寒い男でしょうね。いや、面白い、はいはい、これはじゃあもうぜひちょっとね、はい、このラジオの中で成長させていこうよ。まあ一応ね、いい男、まあ、バレンタインっていうね、大義名分ありますから。そうだね、はい、そうだよ、バレンタインで、マジか。そして、はい、イコールバレンタインの次の日が CD の発売日。そうですよね。そうなんです。やばい、すっかり頭から抜けていた。これはいい意識。面白い男とかじゃねえですよ、本当に。そうですね、本当どうしようもねえ男ですよ。最重要項目ですから。しっかりしろって。お、高行き、しっかりしなさい。強しね、それ。正解、うん、はい、ということで、じゃあ始めてまいりましょう。トラッドのドープラッドトーキング、今日も最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。トラッドのドープラッドトーキング。改めまして、近藤孝之です。小野大輔です。いや、今ちょっとの間で小野くんが発してたの、俺フレーズ好きですね。何ですか？俺ってば面白い男っていう。俺様ってばか。俺様ってば。いや、返すようですが、あなたが言った言葉をくっつけただけですよ。そしたらこんな面白フレーズが。珍妙な男が。そうですよね。誕生しました。いや、なんかイメージなんですよ、その少女漫画って。まあそもそもあんまり読んだことないんですけど、俺と契約しないかって唐突に言いそうじゃない、なんかイメージで。契約か。イメージで。あ、そうな、でも現実にいたら面白いかもしれないけど、漫画の中で見るととっても素敵に思える。いや、そうなんだよね、そこにときめいてらっしゃる方がいっぱいいらっしゃるんだと思うんですよね。なるほど、近藤君もだからさ、それをさ、例えばイベントとか、イベント、何かこう、催し事やるときに、その言えばいいんじゃないの。一番苦手なやつ俺の、それ。え、
なんか甘いセリフ言ってくださいみたいなのがもうすごく、いやもうね、うん、じゃあねそういう振りとか関係ない、関係なく、関係ないね。お、うん、お出ました、ユージ危ないでか、うん、うん、こう決めのフレーズ、決めのフレーズね、もうだからもう開口一番、いい、ね、最初に、え、だからラインナップして、あ、いいですね、今日の出演者です、はい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 、まずはこの方、はい、どうも面白い女近藤忠之です。いや、それって俺のじゃないし結構広まっちゃってるワードだからさ。あ、そうなの、うん、いやでもほら、うん、誰がっていうのまだないでしょ。まあそうですね、うんうん、近藤忠之のものにしちゃえばいい。そっか、うん、まあ、プロレスラーだったら棚橋宏さんがその愛してますとか言うよね。内藤哲也さんがトランキーロあっせんなよってあるんだよね、うんうんうん、確かに、ね、なんか星総一郎さんがね、うん、タペ星総一郎です。何それ、ね、なんて言ったの。パッピー、パッピーって、あ、うん、ポッピー、ポッピーって言ったよね。お、もう一回やろうよ、うん、パペ。いや、パペに聞こえるんだよ俺。あれ、うん、パペに聞こえちゃってて、うん、俺にはこの間久しぶりに会ってね、うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、あー、おいで、パペ言ってた。すごい、そんな言ってる、そんな滑舌でしたっけ先輩。俺はそういう風に聞こえてる。あ、そうなんだね。その人それぞれだからさ、うん、久しぶりだね、あ、まあ、それはちょっとかわいい、かわいい、先輩に、めちゃくちゃかわいい、かわいい、ずっとかわいいんだもん、あの人。まあ、まあ、そうですよね、まあ、あ、うん、なんかでも、うん、その星さんに昔言われたの、うん、ガンダムのイベント出るときに、金言だ、あの、僕はスウェン・カルバヤンという役をやっていて、スウェン・カルバヤン、そう、あのシードの、シードの、まあ、ある意味スピンオフというか番外編だった、うん、外伝か、うんうん、だったで、スターゲイザーって作品があって、うんうんうん、それの主役やらせてもらったから、うん、一緒にそのガンダムのフェスに出ると、はいはいはい、でシードだからもちろん星さんいたわけ、うん、そうなんだ、で星さんがやっぱすごく優しくしてくれて、うん、あ、俺さ、うん、なんかあの挨拶とか考えようよ、うん、え、マジっすか、あ、いいご助言いただいたね。確かに僕も星さんのパッピーちょっと羨ましく思ってますって、うんうんうん、あの、だってあれだぜ、お正月の時、うん、パッピーニューイヤーって言うんだぜ、超なんかハッピーにならない、こっちも可愛い、なんか明るい気持ちになるじゃん、うんうん、バカみたいで。それ言っちゃダメだね。いや、あのね、でも、うん、その、うん、明るいのが俺やっぱ好きなの。明るいバカみたいにパーッとこうね、明るい挨拶したいの。あ、そう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 、それいいなと思って、であの星さん考えてくれるって言ったから、何がいいですかねって、スウェン・カル・バヤン、バヤンってどうって言われて、ああ、はい、 いや、おい先輩をスルーするんだ軽く、もっと受け止める、なんかもっとないっすかね、もっと受け止め、うん、ね、じゃあね、じゃあ、うん、あのオーディに乗ってるやつさ、うんうん、ストライクノワールでしょ、ストライクノワールっていうガンダムなんだね、ストライクノワール、うん、めっちゃもう本当あの、うん、めっちゃかっこいいモビルスーツな、うんうん、俺も気に入ってたから、うん、あ、いいですね、ストライクノワールちょっと絡めてくれるんですか、うんうん、動きがね、うん、あれ羽ついてるじゃん、うん、こうこうで、そうなんだ、お、今やストライクノワール小野大輔ですって、うんうん、今動きやったんだけどあの解説してくれる、うん、俺がやってるストライクノワール無理なんだよそれをね、その正確無比に伝えるのは無理だな、うん、それはあのね、俺にはあの、うん、シードのモビルスーツ、まあ、ガンダムに、うん、あのこう後ろにね、こうウィングがついてるパックっていうのがあって、はい、ストライカーパックっていうのがついてるのがストライクガンダムなんだけど、はいはいはい、ストライクノワールもついてるの、その、はい、ノワールパックが、はい、うん、だその形を今形状を表したの、バーバー、なるほどね、あの僕の挨拶考えてもらっていいですか、うん、だから、うん、長くなりましたけども、はい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 、すごく、はい、いい思い出です。いやちょっと待って、そりゃないっすよ先輩、ずっと聞いてたのに、先輩じゃないけど後輩だけど、だから、はい、考えようって話です。いやだからのやつを、いやもう考えましょうって、僕は一から乗り気でしたよ。本当ですか、説得されてますけど、はい、今じゃあ説明終わったので、はい、近藤くんの考えます、はい、おありがとうございます、ここで、おいいですね、はい、鳥海さんとかもあるでしょ、うん、だってそういうなんか一言みたいな、鳥さんもね、うん、鳥さん愛してます使ってたよ。あ、本当に。その前は、うん、今日はたっぷり濡れて帰ってくださいっていうのを使ってた。あ、そう。汗でなんだけど。あ、そうなんです。あのね、断ったことない。そのあれだな。うん、面白い女から始まって、うん、面白い男って自分のこと言ってたでしょ。うん、言ってた。これじゃない自己紹介だから。これだよ。俺？うん。
それって冒頭で言うの？冒頭だよ。何にもことをなしてない状態で、今日の出演者この方です。まずは面白い男、近藤孝之です。おありがとう。相当面白いこと言ってくれるんだろうな。自分の首絞めてるだけじゃんそれ。ハードルが激上がりしてるじゃんそれ、うんうん、これぐらいこれぐらいこれぐらいやるとこれぐらいじゃないんですよ。結構パンチ効いていいと思うよ。みんな本当みんな印象残ると思うよ。先輩たち怒らない？怒らないよそんなの。面白い男。いやみんなプッてなるよ。何やねんお前、もうなんやろって言われるでしょ多分。出てる人が分かるな今。一緒に出てる人。おもろいこと一回見たことないやろって言われちゃうやないですか。厳しいな、御社の先輩でしょそれ。言われちゃうじゃない。言われちゃう。それもまたでもね、うん、それがまた面白いじゃない。あなるほどね。それすらもネタにする。そのツッコミがね。うん、あなるほど。まあね、いやでもいいね、その決め台詞があるっていうのはさ、うん、ふじゃなくて少女漫画的。へにしようかな。じゃあんへふってふってなんかふ面白い女でしょあれ確か。あ、笑いが入る、笑いが入るのかな、入らないのかな。元ネタが全く僕分かんないから。あそうか、俺もそうなんだけどね。そうなの。うん、なるほど。じゃあちょっと前向きに検討、うん、どうなんだろう。そうだね、今年、うん、ぜひ。でもパッピーの方がだってキャッチーじゃん。パッピーはキャッチーじゃん。あでも思うよね、うん、思う。さっき俺も話してて久しぶりに話してたんだけど、この話をホッピー酒っすか。酒ですよねそれね。すっごいシンプルに返すじゃん。酒っすか。すごいリターンエース。こう片手に持ってね、うん、爆買い飲料ホッピーをね、うん、これだけでも飲めますホッピー。中おかわりっつって。ごめんなさい、うん、もうわからないな。うんうん、この話はここまでだ。そうですね、うん、そろそろね、うん、本題に入りますけど。本題があるんですね。だいぶ話しましたけど。本題あったのか。そういえばこの番組もうすぐ100回だ。本題っすね、うん、これは本題っすね。祝う、祝っては欲しいですやっぱり。お本音を言うと祝っては欲しい、うん、祝っては欲しいけど、うん、僕らの番組の中である僕らの、100回記念だから、はい、僕らが案出さないといけないらしいんですよ。なんだろう、なんだろうなこの人。先週も言ったけど、先週も言ったけど、そういう考えようよ。ちょっとおかしな風を装ってるだけ。その、うん、そのエクスキューズもどうかと思うぜ。1回にしとけ。2回連続はダメ。そうですね、面白い男になっちゃいますね。面白い男、面白い男ってすっごい褒め言葉だよ、うん、ラジオにおいて。最高だよ。そうだよね、人に言われればね。そう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 、自分で言ってっから俺も、うん、何やりますかね。面白い番組って言われるようなやつ。あそうですよね、うん、なんかあります？本当ね、うん、正直ね、うん、俺も実はねないんだよ、うん、普通にやれればいいと思ってるんだけど、うん、あれじゃないか、うん、この子なんかやりたいことあるんじゃないっけ。そういうやりたいことっていうか、うん、まあそのサプライズがないのであればですよ、はい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 、サプライズがないのであれば、うん、じゃ例えば、うん、僕らが昔ねその若い頃熱中したというか、まあ、やったことあるようなゲームをさ、うん、2人で対戦してさ、ジェネギャだね。そう、まさしく。やってみるっていうのはどうかなと思って。それはいいね。キングオブファイターズとか。おお。なんかたまに話題に出るじゃないですか。そうなのよ。すぐ話題に出す、うん。しかも今のじゃないっていう。そうね。昔のやつって。昔のやつで。昔のやつやりたいわ。うん、あの面白さを伝えたい。うん、そうですよね。うん、ブワッってやられる声が。ああ。テリー・ボガードかな。そうテリー・ボガード。そうだよね。うん。あれはぜひ皆さんにね聞いてほしい。あいいですよね。僕ガローチームしか使ったことないんですよ、キングオブファイターズにおいて。おお、そうか。うん、俺じゃない使おうかな。ちょテリーそっちにじゃいるってことね。そうですね。こっちどうしようかな。でファンの人は小野くんのボウエ聞きたいよな。いや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 。だとしたら俺は、うん、どうしよう。まあやっぱ主人公チームかな。主人公チームって何、どのチームに当たるんですか。日本チームがあって。あ草薙京、あの炎を出す人だ。これでもクラエの人だ。クラエクラエほりゃ。そうだ懐かしい。思い出した。萌えたろって。お面白い女。
言わない、言わない、それは言わない、言わない、今日は倒した後に面白い女、確かに女性キャラ多いからね、燃えたろって。足すんじゃない。面白いかもね、うん、あどうかなと思ったりしてね。めっちゃいい案じゃんそれ、うん、叶うといいな。そうですね、100回って何回あと、あと3回、あ2回か、今回98回目か、もう迫ってるんですね。嘘でしょ、叶うかな、叶えてほしいな。そうっすね、ぜひ。でも童心に帰って、そうだね、遊びたいですよね。うん、うん、よし、これじゃあ皆さんお楽しみに。はい、さあメール読む、あメール読むか、はい、よし、じゃあ一通読みましょう。お願いします。こちらはですね、愛知県の米いちごさんからいただいております、はい、近藤さん、小野さん、こんばんは。こんばんは。昨年はトラットビジュアルライブとオレパラに参加させていただきました。お久しぶりのライブを存分に楽しみましたが、体力の衰えを実感させられました。汗、体力の維持向上のためフィットボクシング北斗の拳を始めました。ん、格闘技の経験が全くないため画面の指示通りにパンチすることが難しいのですが、サウザー大塚明夫さんとラオウ源田鉄章さんを倒すことを目標に運動を続けていきたいと思っております。うーん、なるほど、今のキャストさんなんだね。そういうことだね。フィットボクシングにあるんだ、へ、初めて知りました。そうですね、へ、倒せそうにないけどね。無理でしょう、秋代さんと健太さんって。まあね、うん、圧がやっぱ すごいからね。ぜひ、はい、その運動継続のモチベーションが上がるように励ましのお言葉を頂戴できたらって米一子さん書いてくださってるんですけども、はい、無理です、無理ですね、絶対倒せないです。倒せないです、倒せないです、倒せないです、倒せないです倒せないです倒せないです、そうね、うん、倒すってよりは、うん、まあ、胸を借りるみたいな、あ、そうですね、うん、感じかな、それぐらいの精神じゃないと、うーん、そうだよね。大塚明夫さん、そう、サウザーが、あー、そうなんだ、うん、昔銀河さんとかじゃなかった、出たっけ、そうだね、だよね、と宇都宮健二さんでね、ラオウ、そうだね、宇都宮、そうだね、僕ワカラオウ、ワカラオウをやったことがあるんですよ、アニメで。若いラオウですか、若い時代のラオウ。おー、マジか。僕は、僕もラオウの成分があるということですよね。お、じゃあ、うん、じゃあワンチャンあるかな。ないですね、ないんかい。源田さんでしょ、だって。源田さんはもうすごすぎる。こういうゲームもあるんだな、でも今は。そうね、面白いね。あ、なんだっけ、あのフィットネスのゲーム俺買ったよ、そういや、あのリングフィットか、リングフィットアドベンチャー、聞いたことある。いや、あれめちゃくちゃ効くぜ。へえ、うん、なんかその輪っかを広げたり潰したりして、はい、そのアクションしていくんだけどさ、あのガッキーさんが CM やってるやつですか。やってるやつ、やってるやつ、うん、俺はね、あのそのきつさもさることだから、うん、押し込むときに、はい、え、これ壊れるんじゃない、壊れるんじゃないと思って、あ、心配しちゃうんだね、あんまりできないっていう。なるほど、庶民派だね。ビビリっていう。そういう風にできてないから、ちゃんと、いや、ちゃんとね、それはそうなんだよ、うん、俺ぐらいの力でやったって壊れるはずはないんだけど、うん、一回やらなくなっちゃったの、あんまりやってないね。なるほど、うん、結構ドタバタするしね、あれ。あ、そうなんだ、そんなイメージなかったな、うんうん、今ちょうど、まあ、自分のソロライブがあって、はい、それで、ダンスリハにプラスして、うん、体作りのためにその、はい、リアル筋トレをその現場でしてるから、うん、まあ、それでなんとかね、体力こうちょっと、はいはい、うん、なんだろうな、こう上げてる状況ではあるんだけど。なるほどね。あのフィットボクシングとかそのフィット系のゲーム、うん、むっちゃ効くよ、うん、あのそういうリアルのストレーニングと同じぐらい効くよ、うん、今それを実感してる。いや、そうなのかな。そう、これいいと思う、だから、うん、うん、やってやって、この子やってよ。いや、僕だって総合格闘技をやって、うん、やってるじゃないですか。あ、今そっか、やってる。全然違いますよ、やっぱりこう、うんうんうん、細かなテクニックが必要になってくるから。あ、テクニックね。あのパンチ本当に一つ打つにしても全然、はい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 、あのたくさんの要素が
あのもう力をいかにこう連動させてこう流れるように相手に伝えるかっていう技術ってすごいと思うんですよ。だからそのゲームとかできるもんじゃないですよ。なるほどね。できるもんじゃないです。そうか、全然できるもんじゃない。それもしかして飛ぶ、切れた上に飛ぶぞ。切れた上に飛ぶ。誰なんだこの人。食ってみな、飛ぶぞ。面白い男は。やったやったね。ということで、これからも僕たちへの質問疑問、やってほしいこと何でも OK です。メールをお待ちしております。ではここで一曲お聴きいただきましょう。トラットでホープステップ。足早に通り過ぎる季節の中で佇む君は寂しさ口にし、曖昧に笑ってる。ほら僕の手を取りなよ、モノクロな世界中をカラフルに色づけよう。過去に追いつかれぬよう。未来大空に舞う光る道を示す、輝ける場所へ迷わぬよう僕が影を。一人きりの足音も今日からは共にならそう。繰り返す日々その向こうで終わらない時を刻んでこう。トラットのドープラットトーキング。マジジェネが、我々のトークがちょっと上目の、いや上目の世代狙いなのはもう言わずもがなですが、上目遣いで言ったね、はい。皆さんもきっと何照れてんの。ジェネがジェネレーションギャップを感じたこと、感じさせたことがあるはず。 そうですね、そこで皆さんが経験したジェネレーションギャップのエピソードを送ってもらおうというコーナーです。面白い。自分でまた言い出したけど発作ですか。ちょっと病気みたいに言わないで。ということで、はい、そんなわけで、ね、メール読む、はい、読みましょうか、はい。おもちもちもちさんからいただきました。近藤さん、小野さん、浅野さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しています、私が感じたジェネギャは、ライブでの振りです。先日20年以上応援しているアーティストのライブに久しぶりに参加したのですが、私が知っている振りとは違うシーンが多々ありました。この曲はこの振りだったはず、体に刻み込まれているぜと意気揚々とリアクションしたら、私だけが違っていたのです。曲の乗り方も時代とともに変化するんだ、ライブって生き物だなと思わされました。お二人はライブでのジェネギャ話はありますか、ということでございました。ほほう、決まった振りだったのが、久しぶりにライブ行ったら変わってた。変わってたってことなんですかね。いや、まあ聞かないけど。あんまり聞かないよね。ねえ、進化することはあるし、なんかちょっとずつ、その、まあ例えば端折ったりとか、逆に足したりとか、足したりとかあるよね。っていうのはあるけど、大元のが変わるっていうのはあんま聞かないよね。確かにね、あんまりないよね。珍しい経験をしたね、それは。おもちもちもちさんだけが違っていたので。だけが違ってた。間違って覚えてたわけじゃないもんね、絶対ね。あ、そうね。僕は自分の楽曲を踊るときに、はい、いつの間にか俺だけ違う風に踊ってる時はあるよ。なるほど、ダンサーさんと。意図的ではないにしろね。意図的ではないし、はい、それ言われるんだよね、はい、あ、小野さんそのままでって。あ、まあ歌いながらっていうのもあるんだけど、ちょっとずつこう、動きをそれこそこうちょっとだけ端折ったりとか、ハンドマイクで歌わなきゃいけない時って特に変わるから、はいはい、それってそうですよね、アレンジしちゃったりはする。でそれがそのまま、あ、なるほどね、染みついていくっていうのはあるかも。センターの人だけ違うっ
ていうのも成立しますよね。そう、それってなんか振付師さんに聞いたら、うん、あえてそうしますって言ってたね、うんうん、目立つからね。そう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 、うん、全く同じだと、うん、完全に溶け込んじゃうから。まあまあまあそうですよね、うん、もしかして、うん、おもちもちもちさんセンターなんじゃないの20年来センターで20年来ずっとセンターを張っていたのでは張っていたのでは疑惑ないですよね。ないよね、うん、ないな、うん、謎が深まるばかりです。おもちもちもちさん、はい、うん、ということでちょっと解決に至らなくて申し訳ございません。解決に至らない、そういうコーナーじゃないんで、本当に。え、違うんですかこれ。マジジネギアはナイトスクープじゃないんですか。ナイトスクープじゃないです。あ、そうですか。いやでも小野探偵も近藤探偵もねちょっとね、真相には行きつけませんでしたけど、はい、うん、というわけで、今日は以上です。皆さんが感じた、また感じさせてしまったジェネギア、ぜひ教えてください。以上、マジジェネギアでした。トラットのノープラットトーキング、お送りしてきましたトラットのノープラットトーキング、本日の放送も間もなくお別れのお時間となりました。この番組ではメールを常に大募集中、質問から希望要望コーナー宛てなど、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは trd@joqr.net trd@joqr.net です。ここでトラットからのお知らせです。現在放送中のテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2のエンディングテーマを我々トラットが担当しています。タイトルはコージークレイジーパーティー。初回限定版、通常版、アニメ版、キャニメ限定版の4形態で、発売は2月15日。現在予約受付中です。こちらには7月16日に開催するスペシャルイベントの優先販売申し込み券が封入されております。こちらもぜひチェックしてください。そしてこちらのリリース記念イベントの開催も決定いたしました。全国のアニメイト、キャニメにてご予約ご購入いただいた方が対象となっています。こちらについて詳細はトラットの公式ホームページや SNS をご確認ください。また CD の発売を記念した吸血鬼すぐレビューする2キャンペーンの開催も決定しております。作品のレビューをしてぜひスペシャルステッカーを手に入れてください。こちらも詳しい情報は公式ホームページや SNS をチェックしてください。ということでお送りしてまいりました。はい、はい、今回98回目だったんですね。そうですね、うわあと2回です。あっという間になんかね、うん、重ねてきましたね。そうですよね、本当にあっという間というか、うん、あとなんかバレンタイン感あんまり出せなくて申し訳ないなっていう感じもあります、ね、今、はい、反省を知ってますか、はいはい、次回がちょっと過ぎますけど。そうですね、次回の方が近いんじゃない。あ、なるほどね、うん、そういうことですか。そう、はい、あいつがまた来るんじゃない次回。あいつ、うん、あいつって誰だろう。あ、面白い男だよ。面白い。毎回いるの。え、毎回いるのよ。毎回いるの。毎回いるの。あ、そうか、うん、もうじゃあ背負っていくんだね。俺は毎回、俺はもう面白い男を背負っていく。痛々しいな俺。後輩からどう映ってんだろうな俺。後輩から、後輩から面白い先輩バカされてるじゃん。いいじゃない、いいじゃない。背負っていきたいと思います。これからも、はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はトラットの近藤孝之と小野大輔でした。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。